おいしい登山始まるよ。おはようございます、時刻は8時40分になっております。今日はここジャン阪急は箕面駅にやってまいりました。12月初旬に迫った奈良マラソン対策ということで、ここの箕面駅出発して、はい、妙見山頂までじゃないんやけどね、まあ、山頂、駐車場までね、そう駐車場まで電して帰ってくるとちょうど40キロほど、はい、これがフルマラソンのトレーニングのメッカということで、今日はこのコースを紹介したいと思います。はい、それでは今日も元気に君、ここ気をつけてくださいね、はい、危ないんでね、もうここからもう始まってます。はい、走ります。まずは滝道を走ります。普通は荷物を駅のロッカーに入れて身軽になって走るんですけど、あ、もうがっつり担いでますね。なぜかなぜか途中でやめれるようにですかね、まさかチャンスは金石橋のバス停で池田駅に逃げるという。はい、どこまで行けるんでしょうか。目標は何時間、フルマラソンの目標タイムのプラス1時間ぐらいなんですよ、はい、かかるのは。だから、まあ、6時間9時1分、ジャスト20分ですね、はい、滝到着です。ほんまはここで足を止めずにずっと登るコースもあるんですけど、もうリュウちゃんが滝好きやからしゃーないここ来た滝はなかんやろえ、日中連って感じなんですよね。挨拶していかなかんだ、そう、美濃の滝ですよ。はい、行こう。はい、行こう。はい、純吉さん、いいペースで飛ばしております。調子良さそうですね。ちょっとついていけないです。このペースが最後まで持つのでしょうか。こうご期待。ポンって言うた給水係です。うん、はい、おいしい。紅葉はまだまだですね。
はい、箕面ビジターセンター前通過です。はい、どうも。今4.7キロ、時刻は9時23分。ここで笠山の方面に向かって左に降ります。はい、温度計がね、ありますよ。20度です。はい、77。これが200ぐらいになると妙見山が間もなくということです。まだまだあります。ちょっと紅葉仕掛けてます。はい、時刻は9時30分、はい、距離は 5.5キロ、はい、ここに歩道がついてるんですけど、ここを行ってしまうとずっと車道沿いを走らなくてあかんくなるんですよ、はい、車道沿いを走らなあかんくなるんですよなのでこっちでちょっと分かりづらいんですけど、正規のルートをご案内しっかり喋れちょっと遠回り迂回します。トンネルをトレイルです。はい、木道を通るコースです。はい、はい、お行き止まりやんじゃなくてその端っこを通っていきます。そうするとね、はい、今のところこれです。これをバーッと通ったらすぐ行けるんですけど、はい、今ここのこのトレイルをサルオルガン、そうそう、周遊歩道を通って、はい、そうすると木道を行きながらこう行けるんですよ、はい、ご案内します。はい、行ってみよう。箕面川ダムです。ちょっと紅葉、おお、唯一のトレイル区間です。はい、はい、できました。トンネルです。歩道を通ると、ここに出てくるんですけど、この木道には入れないです。ガードレールがあって、なので迂回した方がこの木道に入れます。ここはたまにお猿さんがたもろしている時があります。100番です。9時46分。9時49分。はい、距離はジャスト8キロ。はい、1時間8分。はい、平穏の町に入りました。はい、あの駅からね、いろんなタイプの坂がね、次々迫ってくるんですけど、はい、どれも走れてしまうんですよ。このコースのポイントは、箕面駅から山頂に行くまで全部走れてしまうということ。そして、そこで大体20キロちょいなんですよ。で、
引き返して30キロになるあたりで素晴らしい上り坂になるわけですよ。これが30キロの壁を仮装をさせるもう最高のコースなんですね。これしんどさのところにちょうど上り坂になるというで、このコースを走ってると自転車屋さんも多いしランナーもね結構そこそこいるんですよ最近。だからなんかファイトとか言い合うとああこっちの世界に戻ってきたんやなっていう。どこ行ったんや。あのね通勤ランはねこっちが変な人なんですよ。一般的に歩いてる人とか自転車の人が多いじゃないですか、はい、わあ走ってる人がいるって感じなんですけど、ここはみんななんかこう走るために来てる、もしくは車の人だから、ああ走ることを楽しんでるっていう世界に戻ってきたなって感じします。はいはい、行ってみよう。はい、以上です。はい、前ねここにポンプがあって、そうやな、組み出せたんやけど組み出せなくなってますね。ほんまや、いつもここに自然にちょろちょろ湧き水があって飲めたんですけど、ちょっと残念なことになってます。でも今ここで飲む気満々やったんで、はい、エイジェントビューの水で、はい、うん、飲まへん。めっちゃショックやねこれ、うん、マリアの泉枯れております。行ってみよう。うん、はい、北雪霊園前を通過します。はい、通過します。はい、時間によってはこの中の施設でトイレが借りれます。ほんまは借りてあかんのですよね。あかんのか。貸してくださいます。はい、すいませんって言って言ったら貸してくださいます。はい、どうしてもの時にはお願いしましょう。はい、9時55分です。はい、どうですか調子は。うん、まだ10キロ行ってないんでね、うん、でもだんだんだる重くなってきましたよね。もうすでにすでにいやこんな坂だらけのとこを走り続けるって最近めったにやってないから、まあすでに来てますよね。でもこれでこそトレーニングでしょ。ちょっとペース早かったんちゃいますかね。あ、そうなんですかね、うん、ちょっと興奮してたからね。抑えきれない。フルマラソンにありがちな失敗ですよね。はい、メインは妙見の通りやからね。イーブンで行きましょうね。はい、呼びましょうかね。うん、10キロです。はい、お手洗い行きたい方ね、ここにあそこあるんですよ。はい、で引く必要なければこれまっすぐ行くと。ちょっとした公民館の自販機ポイントがあります。はい、はい、時刻は10時6分、距離は10キロ。さっき、はい、ご案内したお手洗いがあそこですね。はい、でここが一つの休憩ポイント、公民館です。はい、妙見山まで10キロ。はい、ちょうど半分来たかなぐらいの感じのところですね。はい、あ、車来ますね、キッズね。ここに自販機があります。はい、ここでジュース飲むなり軽くゼリーを投入するなりしましょう。はい、ここから本格的な坂です。はい、今日の美味しいエナジージェリーマスカット味、これアマゾンで30個入って1個110円せんかったぐらい、はい、そして補うそれは今蜂蜜屋さんのところの商品ですね。ウィダインゼリーは最近高いですからね、ちょっとパチモンのやつを買います。純吉さんは休憩もそこそこに先に出発しました。果たして今日はここに戻ってこれるのでしょうか、それともバスで帰るのでしょうか、それとも妙見口の方へ降りるのでしょうか。はい、ここから長い下りになります。帰りはここが、上り始めが30キロぐらいになるので、さっき純吉が言ってたように30キロの壁になるポイントです。直射日光なくて19度ほどだからめっちゃ走りやすいね。10時28分、距離は13キロ。ここからです。ここから長い長い登りが続きます。
はい、さっき10キロの地点で公民館のポイントありましたね、はい、あれが過ぎてからあのほどなくしてガッと下りになるんですよ、はい、その距離にして3キロほど、はい、そしてさっきの交差点のとこに行ってからこの怒涛の上りが始まっております、はいはい、あの帰りはこの逆に行くことによってさっきの3キロ分が30キロ過ぎて怒涛の上り坂になって襲ってくるわけです。はい、はい、じゃあこのきつい上りをしばらく戦いたいと思います。はい、157番です。200番になればようやく上りが一段落というところですね。210ぐらいまであるんですけどね、はい、これね、まあ、200まで頑張りましょう、はい、はい、174番法輪寺です。10時45分距離は15キロジャスト、はい、ここでですねお寺に行きたい方はそこ他にできるポイントが1箇所あります。はい、数少ないポイントなんでね、はい、行きたいときはやってください。もうだいぶ足が重くなってきます。もうだいぶ重い。はいよ。188。天台山の方はこっちです。はい。今そんなのんきなこと言ってる場合じゃない。はい、191。おめす。はい、200。11時7分。11時14分 18.3 キロ。あと1キロと書いてますけど、もっとあると思います。8。はいよ。ラスト。ラスト。ヘロヘロ、カルピス飲みたいです。はい、11時32分、距離は 19.5 キロ、再開です。え、今日はどんだけできるでしょうか。ジンクさん、調子取り戻したみたいですね。なんかえらい元気になってます。はい。食べそうでしょうか。休憩スポットに来ました。食べそうで150円を所望。はい。何も言えね。カルピスそうです。しみる。気分はカルピス。時刻は12時19分、距離は26キロ、ここにね、バス停があるんですよ、ここに着いたところに、はい、もう本数はめっちゃ少ないんですけど、そこからあバス来てるわ、池田に行けるバスが来ることがあります、はい、どうしてもしんどい人はそれも見てみてください。はい、ここからマラソンでいう30キロの壁地点です、はい、あと4キロしたらね。しばしまでで下りの足が出来上がってしまっているので、ここから切り替わる上りがめっちゃきついです。
131番ほぼほぼの終わりました。残りがしんどかった。はい、公民館前に帰ってきました。12時42分。はい、あと10キロぐらいで井上です。やった12時44分、距離は 28.8 キロ。あ、気絶するかと思いましたちょっと一遍止めますね、はい。なんか飲みましょうか、はい、麦茶でも飲みますかね、はい、おいえい。なんか美味しそうな。帰りはトンネルを通るんで木道は通りません。ミノーズイド。19度。おしっこ来たよ。あ、しまった水が近くて気持ちがいいんですよね。はい、はい、だいぶ足ガクガクですけどゴールが近づいてきたんで嬉しいですね。はい、残り5キロ切ってます。はい、ゴール。はい、ねこれねちょっと止めちゃったんですけどね途中で、ちょっと5時間13分5時間13分。はい、あ、しまった。はい、ほぞ、まあ4時間10何分ぐらいでは走れるんじゃないかなって感じですよねおよ走った、うん、ちょっと真面目に走ったんですよ帰りもね、うん、私ちょっと途中で10分ほど止めちゃったんでね、すいません。頑張った。あ、はい、監督にちょっと感想を聞いてみましょうかね。ああ、どうでしたかね監督。バテたわ。バテたそうです。なんと、うん、どこがしんどかったですか。全部しんどい。全部しんどい。ちょっとよだれ出そうですねそれだけですか感想は。はい、はい、もう、はい、もう仕上がってるって感じ。あ、仕上がってるそうです。ちょっと早すぎた仕上げが。仕上げ早すぎたもう落ちていく一杯でこれ。落ちていく一歩。ちょっとようわからんこと言ってますけど、私はなんかやっぱり走れるかな妙見このコンディションでとかいろいろ逆やで、ね、リュウちゃんちゃんと自分のポイント取ったやからこのコンディション走れるかなっていろいろ思ってたんですけど、アンズルよりウムが安し、やってみたら意外と最後の粘りも効いたし、これなんかややもすれば4時間ギリギリ切れるかもしれんとか思い始めました。ちょっと残り1ヶ月頑張りたいと思います口ほどのにもないビッグマスはどう出るでしょうか。はい、最後バカ力から出しやがって、はいまとまった。やってきました。あ、大丈夫です。